本日はお集まりいただき大変ありがとうございます。第8回のバイオインフォームス推進事業の研究開発成果報告会でございます。私は本事業の統括を務めてまいりました勝木でございます。このバイオインフォマティクス推進事業というのは通称バードと申しまして、バイオインフォマティクス R&D の略でございますが、この通称バードという事業は平成13年度に発足いたしまして、2期10年間、実際は終わってからさらに半年実際の仕事を終えて、実際に11年にまたがりましたが、公式には10年間行われました。で、形の上では平成22年度をもって終了いたしましたけれども、本日はその最後の3名の方々による報告会が中心でございます。またバード事業にといたしましては、この報告会が最後の報告会になりますので、微力ながら統括を引きいたしてまいりました私からご挨拶に変えまして、本事業を終えて心に深く残った研究開発に携わってこられた方々について、想像こそが研究開発であるとの実感をお話ししたいと思います。これから私の話は3つの言葉を登場させます。この辺はスティーブ・ジョブズを意識しての話でございますが、その第一は、ここにあります、ゲノム科学は情報科学であるというものです。で、本事業は当時の平成13年度当時の科学技術会議ライフサイエンス部会のゲノム科学委員会の報告書に根拠を持つものでございますが、バード事業が平成13年度に発足しましたのは、前年の平成12年4月頃からゲノム科学委員会でヒトゲノムの全塩基配列の決定が間近に迫っている時期に、今後の日本の貢献をどうするかということを議論いたしました。そしてヒトゲノム全配列決定後に予想されるゲノム科学の発展をどのように見通し、研究開発につなげていくかを議論いたしました。私は親部会の委員の一人でございまして、ゲノム科学委員会の末席に出席しておりましたが、報告書原案を作成する段階になりまして、その作業部会の主査に指名されました。で、この時、ほとんど私こういうものには具体的な知識はございませんでしたが、いろいろ周りの人たちとも議論しながら、報告書の原案に A4、 まず第一に A4 1枚ぐらいの報告書の骨子を書いて皆さんに配りました。で、その時最も重要なフレーズといたしましたのが、このゲノム科学は情報科学であるという一行でございました。で、これと同じ内容のことは、我が国のヒトゲノム解析に先鞭をつけられました松原健一阪大名誉教授がすでに繰り返し内容的には主張されておりましたが、その先輩である松原さんといつも議論しておりましたので、まるで自分の言葉のように確信を持って書いたのでございます。一行のフレーズになったのは、そのような議論からの蓄積があったのだろうと思います。で、この一言が非常に委員の中に共感を得ることができまして、こういうことはつまり、人のみに関わらず、全ての生物、動物も植物も微生物も含めて全ゲノムをとにかく調べるということは、その情報科学を情報生物学をつける一つの基盤になるというような議論に発展いたしまして、これを骨子とした報告書が作ることができました。で、この一行を書いたおかげで、本当に全く予期していなかったことでございますが、バードの統括の依頼があったというふうに思っております。で、しかし、このフレーズを
フレーズというのは実現のイメージがなくても書けるものでございまして、この一歩このプロジェクトを実際に実現すると、そういう立場に立つ統括になるというのは全く話の違う覚悟が必要でございました。でしかし直感的には非常に面白そうだと思ったわけでございます。これは当時医科研究所のヒトゲノム解析センターにおられました高木俊久先生、副統括として初めから10年間続けて一緒に来たその戦友でございますが、何かにつけましてその当時我が国の情報生物学を作るには若い人を情報学の技術をパーフェクトに持たせ、それを武器にして生物学にいかに切り込む人材の養成が必要か、それが急務であるかというようなことを方策まで考えながら議論していたからでございます。でともあれ、そういう状況の中で全く見通しが、どのような具体的なイメージがあるという見通しはなかったんでございますが、ともかくそういう統括を引き受けることにいたしました。で、分野でございますが、一つはデータベース。これはデータベースといいますと、こういう網羅的な情報、生物情報をその、計算論理的計算によって生物現象の説明をしていくという、そういうものにとって一番必要なものであるように直感的に思いますが、私が最初にこのデータベースが特に重要だと思いましたのは、このデータベース作成の作業そのものから本質論にまで、及んだ例としてメンデレーエフの周期率の発見がございます。でこれはその当時はまだどのぐらい元素があるかということももちろん分かりませんし、どのような性質をそれぞれの元素が持っているかということも、少ししか分かっていなかった。しかし、そういうことが調べられる状況にあったことは確かでございます。でそれをいわばその質量の順番に性質、物の性質を並べていくということを思いついたわけです。それは一番きっかけになったのは不活性元素、ヘリウムとかネオンとかクリプトンとかアルゴンとかクリプトンとかゼノンとかいう、そういうものがある非常に活性の強いものからその間の質量を並べていくと8つずつに並んでいるということで、その場合まだ発見されていない元素を想定してそこに穴を開けるという、非常にその洞察力のあるデータベースを作ったわけでございます。そうしますとそこから見えてきたものは実態としてまだ見つかっていない、元素が発見されてくる。そしてそれを並べてみますと反応性なんかを考えると核外の電子の数とかそういうものの反応性というものが本質論として見えてくる。つまり現象的なものから出発して実態を予言してそれをつかみ、そして最終的にはその裏にある本質的な構造を予見する、あるいは確立してさらにそれの先まで進んでいく、反応性まで進んでいくという、そういうデータベースになったものだと私は思っておりました。でそこでこの生物においてもこのようなそのいろんなゲノムのシークエンスとその生体分子との関係、一つは遺伝子ですけれども、その他のいろんなコントロールリージョンの遺伝子の問題、あるいはそこから出てくるタンパク質がどのような構造をしているか、その構造は果たしてその一次元 の, アミノ酸のだけで決まっているのか、それとも構造は先行してそこにアミノ酸は全然別のものがあってそれがどのようなものになっているのかという、そういうことが予見できるようなものになっている。そしてそれを別の形に展開すると、例えば創薬の問題とか、あるいは白色の品種改良の問題とかいう、
そういうものにもつながっていくようなアノテーションを含めたデータベースを作るということが、まあ、生物でも可能になったということがこの時代にありましたので、このバイオインフォマティクスのこの事業を始めるにあたって大きな領域はこれだというふうに思いました。それでこの分野では、金下さんやあるいは中村春樹さんたちが、まあ、非常にその進んで、国際的にも突出したデータベースを作る貢献をなさいました。で、また一方少し違いますけれども、京都大学の塩田先生は人の肺胎児ですね、胎児 の, その非常に世界的にも珍しい数多くのサンプルを保存されておりますが、これを全部画像デジタルデータにして、標準的なものから、それから遺伝子異常によってかかったかもしれないような異常というようなものに完全にそのデジタル化することによって、まあ何て言いますか、今まで、これが保存するのが大変難しかったものを世界の宝としてこの事業の中で展開されて、くださいました。でこのように、まあ、非常にユニークで、しかも先ほど申しましたような新しいものを創造する土台になるデータベースをこの事業の中でいくつも作ることができました。それからもう一つはドライとウェットの両者を組み合わせて、そこでその、生物学の中にさまざまな情報学のその手段を使いまして、新しいその洞察力のある予測性のある生物学を作っていくという意味で、そのドライとウェットの2人、まあ、複数でもよろしい、それぞれ複数でもよろしい、まあ、たまたまそれぞれ1人ずつの代表者が組んで、テーマを提出していただきまして、生物学を情報学の専門家が生物学を結局深く理解する生物学者になる、あるいは情報手段を自在に駆使できる生物学者がさらに一歩先に行く新しい生物学を担うようにできるというような、そういう人の成長がその成果としても現れるようなことを期待して始めたわけでございますが、これが非常にユニークなものとして成功したと私は思っております。で、この新しい領域を作っていくこの戦いというのは、選ばれた人たちにとっては、まあ、非常に楽しいことであったでありましょうけれども、非常に苦しい苦闘でもあったものだと思います。で、私はこの時にその小さなそのバイパスで成果を作って、そしてできましたというようなものについては非常に警戒しておりました。ところが非常に私の警戒に反しまして、ここで選ばれた方々はとても手取り虫ではなくてですね、自ら問題を本質を極めて挑戦していこうという方々でございました。で、例えば森下真一さんは第一期にはそのイーストですね、イーストっていうか質化酵母を使いまして、形とそれからその遺伝子変異との関係を調べました。非常にその自動的に形をこう見分けるシステムを作りまして、新しい画像との遺伝子との関係というその新しいその生物学の入り口を作りました。で、2期ではさらにこれを進みまして、マルチモーダルなバイオデータというものを駆使いたしまして、全く新しい生物学を
作られたと思います。例えばこれには例えばヌクロソームのが構造によって、その2メ10ミクロンのものが2メートルもあるような糸状の DNA がどうして絡まらないで解けていくのかというようなことまで含めまして、さまざまなそのデータベースを駆使しまして、これをうまく解く方法を開発いたしました。でもその他にももちろん多くの方々が、ここに挑戦されまして、伊藤隆さんはそもそも生物系の人でございましたけれども、基本的には今や生物のデータから自らバイオインフォマティクスを作って、そして新しい生物学を切り開くというような時点に立っておられます。で伊藤圭さんは、本プロジェクトを通しまして、そもそも、情報学には非常に強い方ではございましたが、本当に確固とした世界に認められる生物学者として、情報生物学者として成り立ってまいりました。でこの方々はもちろん成果が大きくあったわけでございますが、何よりもこういう方が育った、ここで育ったということが大変私にとっては目的が果たせたように思っております。さて次に私2つ目の言葉といたしまして、この言葉をお示ししたいと思います。でこれはアーネスト・シャックルトンと、皆さんご存知の方多いと思いますが、第一次スコット隊、南極探検隊のスコット隊に入りまして、そしてこのスコット隊は700キロぐらいのところで撤退するんですが、その後ご存知のようにアムンゼンが南極に到達したものですから、このチャックルトンは目的を変えまして、1914年に南極大陸横断というものを計画いたします。でその横断の時に、横断するために若者を募集する、隊員募集に使ったとされる、詩のような非常に美しい言葉で隊員を何て言いますか募ったわけでございます。で最後にありますように、名誉と称賛を得るためだけのために、その至難の旅、わずかな報酬、暗黒の長い日々、今では考えられない、こんなことがあったらもう最初の1行ぐらいで逃げ出すような言葉の中にですね、非常に多くの5000名ぐらいの応募者があったそうでございます。そして実際には28名の隊員を連れまして、エンジュランス号という、エンジュランスというのは忍耐とか辛抱とかいう言葉でしょうけれども、ここで後で彼の本には書いてあります、不屈の精神と訳した方がいいというふうに書いてございましたが、その不屈の精神号に乗りまして、を操縦しまして、南極に向かうわけでございます。ところが南極大陸横断どころか、南極大陸に着く前に氷に閉じ込められまして、ついには船が破壊されてしまいます。でこのポスターは、私が発生工学というのを日本で立ち上げるために自己動物中央研究所で見せびらきをしたんですが、その時同時に東海大学の教授をしておりまして、その教授室のドアにこう貼っておりおきましたら、教室の学生やその職員のみだけでなく、その私が訪ねてきたり、他の職員の友達が訪ねてくると、このコピーをくださいという、皆さんほとんどの皆さんコピーくださいと言っておられました。で、これについて論じたことはありませんけれども、その時感じたことは、何かしらその未知のもの、その学問でもそうですが、その未知のものに挑戦をする心構えというようなものがみんなに共有されていると。先ほど
みんなが逃げ出すと言いましたけれども、逃げ出すどころかこういうことに接したことがない、接したらやっぱりそうだというような、その共有感があって、みんなコピーを欲しがったわけでございます。で、このシャックルトンの募集に応じた隊員とともに、このエンジュアランス号で、彼らは1年8ヶ月連絡を途絶しました。もう多くの人はみんなもう遭難して亡くなっただろうというふうに思っていたんですが、1年8ヶ月後に全員生還いたしました。で、これは要するに目標、最初期の目標達成は不可能であったわけでございますが、しかしこの失敗というよりは、むしろその後のこの生還というものに対して、非常な英国では非常な賞賛が得られました。で、彼は爵位をもさあの爵位をもらうことになったわけでございます。で、なぜこういうものを出したと申しますと、要するに未知のものに挑戦するということは本当に継続して不屈の精神が必要だということ。これは当たり前のようですが、こういう例を見ますと非常によく分かることでございます。で、最初に3つと申しましたが、その最後は真に創造的なものを引き出すということは、どのようなマネージメントが重要かということを示す言葉でございます。バードのガバナンスというのは、今近頃そのガバナンスと言われると、その何のことっちゃわからないんですけども、しかしバードのガバナンスは実にナットランというのがいろんなとこから評価の対象として聞こえてまいりました。で、私はそのガバナンスという言葉がわからないものですから、聞き流していたわけですが、この言葉に突き当たった時に、こういう答え方をすればいいんだというふうに思ったわけでございます。つまりガバナンスなんていうのは創造にとっては有害無益なものであるということがここに書いてあるように思います。で、ここにあります3つの言葉はドイツ建築家でありますブルーノ・パウトという方が、その桂離宮を見たときに泣きたいほど美しいと称した、そのすき家作りの最高傑作とされています桂離宮の建造に際して、八条の宮友人親王という方がこの、作るということを計画なさった方ですけれども、その親王自らに課した3つの条件ということでございました。その第一は、老賃を惜しむなかれ、惜しむというのはケチという字の惜しむですけれども、老賃を惜しむなかれ、成功を急ぐなかれ、そして最後の創造にとって、私が思う創造にとって極めつけは、完成まで来たり見ることなかれということでございます。で、私が解説するのもおこがましいわけですけれども、私が感じることを申し上げますと、まず最初にその老人を惜しむなかれということは、さまざまなその名建築というのがそれまでも作られているし、歴史上もさまざまによって、それを十分知った上で、しかしそれから脱して そこに答えを探さずに、その徹底的に自分の美を追求する、つまり創造的に追求するには、その創造の源泉はそこにある知識ではなくて、新しくそこを感じる人である。で、人にこそ創造の源泉があるということを述べられているのではないかと思います。で、そのためには自由な発想が貧しくならないようにという意味で、
人件費を惜しむなかれ、労賃を惜しむなかれ、人件費をケチることなかれということが書かれているのではないかと思います。そして次に、その脇道に存在する小さなゴールが見えてくると、つい我々はそこに小さな成功を求めがちで、できたできたということを言いたいがために、脇道に小さな成功に 目を配られることがございますけれども、そういうことは想像にとって邪魔だと。つまり成功なうというものは そんなに簡単に手に入るものではないんだから、きちんと諸子を貫徹して最後まで、その急ぐことなくじっくりやれということであろうと思います。で、3番目は完成まで来たり見ることなかれという言葉でございますが、これはその、私もここでうっかりやってしまったことですが、中間評価なんかするなということではないかと思います。どこまでもですね、その やってる方々はその我々が思いもつかない深く高いものを目指しておられるわけでありまして、それが言葉になろうとなるまいと、想像もつかないようなものがあるんではないかとは、私はその今回非常に強く感じました。で、つまり完成まで来たり見ることがあれ、完成っていうのは誰が決めるかっていうのは作った本人であるということでありますから、それまで来たり見ることなかれというのはやたらに、つまらぬことを言って角をためて牛を殺すことになるぞということを戒めた言葉ではないかと思うわけでございます。で、これらを全部当てはめてみますと、現代では全くこういうことが許されない。つまりこれほど素晴らしいブルーノタウトが泣きたいほど美しいという桂離宮のようなものはできないであろうというふうに感じました。で、しかし今回この我々の行った挑戦は、こういうことを守らなかったにかかわらず、非常に皆さん自由にやっていただきました。もちろんその完成まで来たり見ることなかれとは言うものの、どうしてもその多分八条の宮もそうだと思いますが、どうしても興味が好奇心を抑えることはおそらくできないでしょうから、こっそり変装でもして見に行っているに違いありません。で、そういう精神こそこういう研究開発をするのに最も重要な精神ではないかというふうに思っているところでございます。時間が短くなりまして、3つの話を先ほど申しました。いずれもその科学技術にしろ学術にしろ、その基本的にはその個人の自由な発想にまで至る多様性、そのぐらい多様なものを創造に結びつけていくということが成功といいますか、価値の最大のものであるというふうに思っております。そしてこれは付け足しでございますが、最後にもう一つ、随分古い言葉でございますが、熾烈の闘魂至高の連動というのが、これは戦艦大和の最後という書きました吉田光さんという方が、最後の行に書いた言葉でございまして、実際は姿勢の治癒というのは私が付けた言葉で、熾烈の闘魂至高の連動、天下に恥ざる最後なりという言葉で結ばれております。で、ただこれは、彼が戦後発表いたしました、出版されましたものには全部削られておりまして、20年か30年ぐらい前に江藤淳氏が原本を発掘いたしまして、それを文学会でしたか、そういうところに書いておりまして、それをたまたま私目にしましたのでコピーして取っておったものでございますが、この本当の自由っていうのは、その何でもできるということよりは、むしろその
情熱、闘魂ですね、情熱、それからその練度、徹底した修練、そして初めて勝ち得る自由というものではないかと思います。で、そういうそれがあってこそ初めてこの学問や科学技術や研究開発というものが本当に新しくて意味のあるものになるというふうに考えて参った次第でございます。で、このことは別にその皆さんにお話したことはございませんけれども、私はそういう目で皆さんの研究開発事業というものを見てまいりました。で、そういう点から申しますと、これは私が成功したわけでありますので、そのような点から見ましても非常に素晴らしいことをやってくださった。で、そういう機会を与えるというそういうことを推奨することをやってこられた、やることができた、私としては大変楽しい、10年間でございました。それで、この、バード王の統括を終わりにあたりまして、このような大活躍をされた方々にお礼を申すとともに、これを推進してくださった評価員や推進員や全ての方々にお礼を申し上げたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。